皆さんこんにちは。朝麦コンサルティング司法書士の加山里乃です。今日はですね、ちょっと前の月報誌ですね、10月、今11月なので、先月の月報司法書士に載っていた、懲戒の記事についてちょっとご紹介したいなと思っております。で、毎月こう開国とか、ちっちゃいもの、大きいものからちっちゃいものも含めて、懲戒されてる人って、いると思うんですけど、今回のですね、懲戒事例がもう本当に極めて、もう悪質といいますか、もう恐ろしい内容だったので、ちょっと皆さん紹介したいなと思っております。で、月報司法書士に載っている懲戒事例の懲戒3番目なんですけども、簡単に言うと、ストーカー規制法で逮捕された司法書士が、1年の業務停止処分になりましたよというような記事が公表されております。その処分の内容ですね、もう内容がすごいんですよ。平成30年4月から、5月までの間に、A さん、被害者の人に対して、A さんの子供が欲しいとか、 A さんを舐めたいといった、そういった内容や、殺そうかなといった殺害予告のメールをですね、1ヶ月の間に8608通の送信をしたというところで、ストーカー規制法により逮捕起訴されましたということですね。で、処分の理由としては、品位保持義務違反とか、快速の、そうですね、快速義務、快速の、そうですね、各規定に違反して、その責任は極めて重大であるということで、処分をされているんですけれども、8600通1ヶ月に送信して、で、もう殺害予告のメールまで送っておいて、業務停止が1年っていうのは、もうあまりにも甘いなと思っております。この彼はね、彼はもう事実上ね、司法書士の業務はできないんだろうけれども、1年の業務停止ってそんな甘すぎるなと思って、もう業務禁止で全然いいと思います、し、司法書士になるべき人間ではなかったんだなと本当に、思います。同じ司法書士としては本当に恥ずかしいなって思います。多分ね、登録して多分すぐの人なんですよね。で、すごい被害者の人もめちゃめちゃ怖い思いしたと思いますし、こういうのはね、司法書士になるべき人間じゃないなと本当に、心から思っております。ちょっとそういったところでですね、今日は本当にもうやばいと言われる事例がですね、紹介されていたので、ちょっと動画でも取り上げてみました。また動画更新したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。